みなさんこんにちは、 NMB48 の板垣小百合です。難波周辺の美味しいお店を紹介していく美味しい難波、今回は難波ウォークにある寿司酒場さしすさんにお邪魔してきました。こんな感じでのれんを移そうと頑張っております。行ってきますのポーズ。おもう座ってます。なんかここは回らないお寿司屋さんの中でも比較的安くて美味しいので行きやすいお店なんじゃないかなと思ってます。メニューを裏を持っててね見せてます。美味しそう。はい、まず最初は、あ、なかなか声かけれへん頑張れたかな。お、サラデカ、エビセブンとオレンジジュースお願いします。まず最初に頼んだのはトロテッカ巻きとエビセブンです。お、今お肉も頼みました。で、私が絶対頼むドリンクはオレンジジュースなんですよ。お、エビセブンが到着しました。エビセブンはなんかこの後多分映すと思うんですけど、おー、ツヤツヤ、もうなん、エビがもうめちゃめちゃ入ってて、でエビの下に隠れてるのがご飯で、上に卵黄が乗ってます。ツヤツヤで、お、これはトロテッカ巻きです。出てるのやばくないですか、上なんかチンアナゴみたいな、めっちゃ美味しいんですよ。今から食べると思います。え、上出てんの、すごい。はい、ちゃんといただきます。してね、そう、醤油にだから上下つけていただきます。おー、うーんって言ってる大きくてもう口が、ちょっと待って、ちょいちょいゴリラになるのやばい、恥ずかしい。あ、ほっぺがいっぱいみたいな、グーカメラにピントがあって、なんかもう本当にとろてっかなので口の中ですごいとろけるんですね。それでもう食べ応えもボリュームも満点で、これ一つでお腹いっぱいになる方もいると思います、この一皿でね。わあ、ほら、わかりますか、ツヤツヤ、めっちゃ美味しかったです。うん、グー次、多分エビセブンいただきますね。この周りの黄色いのは何やったんやろ、ずっと気になってたんやけど。おーって言ってます、卵黄トロトロ、うわっ、お腹鳴ったもん今卵黄をかけて、いっぱい、エビセブンの由来はこんな、エビ7匹いたんかな。はい、いただいてください。うーんって言ってるそう、あの、美味しいもの食べた時鼻膨らむから、卵黄って言ってる、卵黄って美味しすぎてもうどうしようってなってました。この時はなんかちょうどこの撮影が入るってなって、朝ごはんを食べずに行ったのでより美味しく感じております。美味しいって後ろも分かるようにすごく並んでいて人気なので、皆さんも公演前とか劇場にも近いので行ってもらったら絶対に満腹で幸せな気持ちでメンバーに会えると思います。そうね、ドリンクも種類いっぱいあって、ここのお店は私が NMB48 の9期生オーディションの二次審査
終わりになんか母ちゃんと初めて行って、そこで美味しいってなってまた合格したら来たいなみたいな話をしていたので、それで合格してからも父ちゃんと一緒に大阪に来て一緒に食べて、その後は私がレッスンで、父ちゃんはなんかブラブラしたりっていうことが何回かありました。ここはだから私前から結構行ってたのですごい嬉しかったです。だから皆さんにもぜひ行ってほしいです。なんか言ってるけどそう、ご飯も入ってんのすごくないですか。これ一つで完結しちゃう。醤油をね、醤油かけて、もうほんまに飯テロ。私さっきお昼ご飯食べてきたんですけど、もうお腹鳴ったから食べたい。ほら鼻膨らむ美味しかったな。そう、なんかここのトロテッカ巻きはほんまに頼む人が多いと思います。なんかインスタ映えみたいなのもすごくて、インスタグラムで多分私の母ちゃんが見つけてくれたのかな。映えるメニューがたくさんあるので、だから海外の方とかが大半でしたし、その日は日本帰る、自分の国に帰る前にみたいな感じで並んでる方が多かったです。パクパク食べ進んでいってますね何今のニヤッとしたね。あ、なんか食べるんかな。あ、これはお肉です。ウニとお肉で、多分お肉なんですけど、これはめっちゃなんて言うんですか、あてあてみたいなまあ私はオレンジジュースなんですけど、こっち食べよう。お肉食べえな、こっち食べようってほんまにボリュームすごいんですよ、このトロテッカ巻き。ナンバーウォークってのも良くないですか。場所がナンバーウォーク店さんに今回行かせていただいたんですけど、いつも並んでるイメージです、このサシスさんは。何これ、なふわふわふにゃふにゃ、とろとろやって。とろとろのジェスチャーではないだろう今の。ほっぺ落ちるっていやほんまにほっぺ落ちるってこういうことなんやって思いました。あ、今から食べるみたいです。どうやって食べるか迷ってる。ウニをお肉で巻いて贅沢。贅沢、あ、贅沢って言ってるつよつよ、いただきます。おー、いいな感激の顔や恥ずかしい、ちょっと、もうちょっと可愛く食べて。美味しいんやな、多分自分はもう皆さんにも伝わったらいいな、このほぼ顔芸で。ん、何映してんのこれ、自分のリアクションかな恥ずかしい、どんだけグーするの。うんうん、サーモン三昧お願いします。サーモン三昧頼みましたね。あ、そう、サーモン私お寿司の中で一番好きなんですけど、最後の最後に取ってたみたい。サーモン三昧はその三昧っていうだけあって、言うだけあってっていうか三昧なので、何があったっけな、普通のサーモンと、でも食べれちゃいそうですね、炙りサーモンやったかな、あとマヨサラダみたいな。ちょっと後で実物が来たら説明しますね。とりあえず注文してあるものをパクパク食べ進めています。
本当に私こういう食べ物屋さんに来たら絶対オレンジジュース頼んじゃうんですよ。皆さんは何頼みますか？サーモン三昧です。お、サーモン三昧来ました。めっちゃ眺めるやん。おお、え、美味しそう、食べたいな。うわ、何やっけ、これが普通のノーマルサーモンですね。今から食べるのがサーモンってほんまに一番好きで、私公式のプロフィールに好きな食べ物でお寿司じゃなくてサーモンって具体的に書いてます。美味しいな。で、これが炙りですね。炙りサーモンやった気がします。うん、わさびね。そう、わさび好きですね。私はわさびつけて食べる派。炙ってあります。もぐもぐ。おいしいみたい。おいしかったな。めちゃめちゃお腹いっぱいで幸せでした。お、見せてくれてる、炙りサーモンですね。で、次マヨサラダ食べるよって言ってるのかな。マヨサラダは玉ねぎとトビコかなとマヨネーズが上に乗っていて美味しかったです。今から食べますね、きっと。はい、いただきます。お、見せてくれてる。ってそう、これはそう、ほんまに玉ねぎがあるからシャキシャキしてしてて、サラダ、シーザーサラダじゃないな、シーサラダみたいな、そんな感じで食べれます。おしゃれなんですよね、お皿も。だからついつい写真撮って、いつかインスタグラム始めたら載せたいなって思います。美味しいですね、やっぱり。オレンジジュースもごくごく飲んで、残り半分ほどですね。ここからはもうもぐもぐタイムで。そうなんです、一回高校生が終わるときに、公式 X で高校生楽しかったなみたいな感じの振り返りの写真を4枚載せたんですね。そこに多分このサシスさんに行った時の二次審査終わりの写真載せたんですけど、また見てみてください。二次審査終わりどんな感じやったんやろ。多分だからそこのこのお店でもうめっちゃ緊張したみたいな話してたの覚えてる、母ちゃんに。母ちゃんと、母ちゃんが先に並んでくれてて、で私が二次審査終わって向かって、全然その大阪難波の土地感もないからめっちゃ地図見ながら行った覚えがあります。大阪はそうですね、三重県に住んでるのであんまり頻繁に行くってことはなかったので、今こうして父ちゃんとも来れてて嬉しいです。お寿司大好きなので。なんだこの顔。最後まで美味しく食べれてるね。うん、もうこのまま行くことにしました。ほら、この厚みがご飯入っていて本当にボリューム満点なんです。エビプリプリで美味しかったです。その卵黄が本当にやばい、トロトロで。お、上がりです。熱くて一回オレンジジュース。お、飲みきってる。はい、プロテッカ食べて最後の一個かな、わさびつけて。美味しそう。
1、多分ラス1の1ですね。最後の1個ということで多分1をしたんだと思います、うん、最後の一口も美味しい、最高でした。ルンルンだね。肘怪我してる。上がり、そろそろ飲めるかなみたいな確認してます。ペイントやめてる。多分その口の中もいっぱいで飲み物飲みたいはずやのに熱くて飲めへん。どうしよう。お、いけるか、いけるか。あ、多分飲めてないわ。絶対冷めへんそれ。もう熱々の上がりっていいですよね。ほんまになんか食道、その口の中から温まる感じがしませんか。ジュワーって。やっぱりこういう和食っていうんですか、お寿司は。そういう日本食にはやっぱりお茶が結局ね一番いいですよね。音が軽やかになった。上がりを飲みましたね、無事に。ふーって。お、そろそろエンディングのお時間となりました。上がりを移して、湯気が見えるって言ってます。美味しかったですね。なので皆さんも難波ウォークにありますので、寿司酒場さしすさん、ぜひぜひ行ってみてください。元気になります。カメラ目線で上がりを飲んで、もうそろそろ飲み込めるかな。本当に思い出、思い出のある場所なので飲み込めへんやん、全然。もうすぐかなと思ってたのに。はい、ごちそうさまでした。押したということで、皆さんもぜひ行ってみてください。以上、おいしい難波でした。また来週、バイバーイ。